はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。今日は4月2日木曜日、時刻の方は12時16分です。今日はね、ご飯をちょっと買いに行きませんね。動画作りに集中したいと思います。朝ごはん兼お昼はバナナ、そしてお茶で済まそうと思います。ユミレジが、S5 Pro ね、G90T を搭載して、ラムが6ギガね、で、まあ300ドル以下でしょうということで、まあそういう情報が出てたよね。で、まあおじいにとってみたら、あ、ちょっと魅力ないよねっていうことで、で、まあポップアップカメラも壊れるよねってことで、まあ他のところは壊れなくても、ユミレジは絶対壊れるよねっていうね。ただでさえ、ポップアップしないやつが、半年1年で壊れて知らんぷりなんだから、ポップアップなんしたら余計に壊れるに決まるじゃんね。そういうところから。で、あと、まあ、ライバルにはならないんだけれども、まあ、ウルフォンとかブラックビュー見ると、P90 搭載してるスマホがね、だいたいもうラム今8ギガぐらい搭載してきてるんで、これから出るものとしては6ギガは少ないんじゃないのということでね、まあ、ちょっと中途半端。で、だいたいね、どこら辺のものになるのかなと思って、ちょっとね、見てみたら、確かに去年の終わり頃、元気なおじいのところでもね、ギアベストさんのシェルダーかな、確か。あれは違ったか、あれは9か、ね。それは違った、ね。なんかね、去年話題になったやつで、これどうなのって出して、それ買ったよって方が、コメントくれたのが、レドミノート8 Pro、ね。で、これがね、今日本でいうと確か技的がないじゃないかな。技的どうなったんだろう、分かんないけど、確かおじいの記憶だと、物自体は面白いんだけど技的がないっていうのと、あとバンドがね、ユミレジみたいにフルバンド対応してないから、限定されるよっていうことで惜しいんだけどなみたいな、そこら辺のシリーズだったような気がするんだけどな。もし違ってたらごめんなさい。それで、実はね、このレドミノート8 Pro ね、これがユミレジが S5 Pro に搭載してくる G90T、 全く同じものを搭載しているものになります。で、ラムが6ギガ搭載して、出ています。で、中国限定のやつはラムが8ギガバージョンもありますね。そこからみんな中国語なんだよね。でね、このレドミのスペックを見るとね、結局 G90T の CPU の特性として、P90 と G90 はカメラは4800万画素までの対応に対して、6400万画素まで対応できるんだね、この CPU 自体がね。なので、このレドミ8 Pro の方では搭載するカメラが64メガピクセル6400万画素のカメラを引き下げて、やっぱ CPU の性能に合ったものをスペックでね、搭載してきています、これがね。で、それがね、3月の31日のね、グールマックスのね、ところでも割引クーポンシェールのまとめでね、また海外通販のそっちの方だよね、まあクーポン情報がこうポロ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 ってね、まあいろんなものが出てたんで、4月12日まで有効だよということで、まあ海外通販ね、こんな時期に海外通販、まあ仕事だからしょうがないけどね、ちょっとお金もらっての広告だからしょうがないけど、今の時期に海外通販で買っても届かないからね、これね、本当ね。それで、アマゾンで見ると、例えばね、これどうなんだろうね、アマゾンの発想じゃないから、ちょっとこれやばいなと思うんだけど、なんとかオンラインというところが26,600円、大体この値段で売ってるよね、シャオミスマートフォン、レドミノート8 Pro、64ギガプラス6ギガ、グローバル版。アンドロイド9、ね、で、まあ、カメラは6400なんだけど、これどうなんだろうね、皆さんから見て、これが26600円でしょ。で、カメラはポップアップしないんだけど、
を指で直出してくるのは4800万箇所ね、まあ、たくさんまとめて買ってね単価を落としているので、もうそれをずっと使い回しするしかないっていうね、よいしょ、6400万箇所に移行することはないと思うんだけどね今のところね。なのでせっかく G90T を搭載してくるのにね、4800万画素のセンサーっていうのはねちょっともったいない。それなんだったら別にで、クロック落とせでも別に G90 でいいんじゃないのっていうね、そっちだったら4800万画素対応、ただクロックがちょっと落ちるけども、まあ、ゲームやる分にはね全然問題ないというか、他のところがP90 ライバルなんでね、まあ、そこに G90 だったら十分対抗できるでしょうって思うんだけどね。ちゃんとしたハイスペックと戦うには、まあ、非力だし、ね、ミドルハイとしてもなんかいまいち中途半端っていうか CPU の性能を生かしきれてないなっていうのがもうパッと見てね分かるなっていう。でこれがね今までのユミレジだったら例えば同じ CPU が G90T を搭載している、でメモリーも同じ6ギガ、ね、でこっちは6400万箇所 の, センサーを搭載して2万6600円で買えるわけだよ。で日本のアマゾンで送料込みでこの値段で注文することができるわけなんだよ実際にね。それでさもう2万円台のもう2万6600円でさあこの値段で買えるのになんで4800万箇所のねサムスンでピントも合わなくてね黄色っぽくなるのを買わなきゃなんないのってそんな感じしません、なんとなく。でこのね、レドミノート8プロよりもカメラは落ちるのにね CPU に合ったものがついていない S5 プロね、それをね一体値段いくらなのってね300ドル以下で出てくるだろうなんてね、そんな記事読んでも美味しいと思わないでしょ結局ね。で、まあ、唯一ユミネジが出してくることによって日本の技的はついてくる、もうこれはもう保証されてるよね、安心だよね。だからついてないものを使ってるよりも自分の心の中で技的がちゃんとついてる方がなんかこの安心感がある結局ね、うん、だお風呂に入って新しいパンツを履いてすっきりしてるかね、1週間履いてないパンツを履いてね履いてるかね、履いてないわけじゃないから一応保護はしてるけども気分的な問題、人から見て何にもわからないけれどもね、新しい変えたばっかのパンツを履いてるか1週間変えてないパンツを履いてるか人からはわからないね、だ自分で、満足してるかどうかのお話が夢デジの方では満足感があるよっていうね、そこだよね。あとはそうだね、シャオミだと何かあったらね修理とか国内でもちゃんと受けてくれるってことなんだよね、そういうところの安心感はあるよね、修理対応とかそういうのがある、夢デジがない。で例えばユミレジが4800万箇所ではなくて6400万箇所に入れ替えて同じようなスペックで売ってきたとしても、こちらが2万6600円だからユミレジの魅力っていうのは同じスペックであれながら例えば1万6600円一番安いね100ドル以上1万6600円とか、まあ、もしくはね1、4パぐらいで出してきたらうわーユミレジ安いってなるわけじゃん、違う、これがユミレジの要はコスパがいいってやつでしょ。でももうシャオミがもうもうユミレジが出す前にね、まだCPU の単価がまだガクンと下がる前にね、ちょうどこないだ頃に今よりもね高い頃にもうバンド出してるわけなんだよね。だからユミレジがこれから出す4800万箇所よりも6400万箇所を搭載してアンドロイドはないんだけれども、でも2万6600円で買える。でそうすると何期待します
何期待します？普通は会話ができねえどうのこうの中ねえ、2.4 ギガ問題だってどうせ解決されてないわけだしね。だからおじい前ね、これどうよって言った時ね、これいいじゃん安くって言ってたね。確かあの時は技的の問題とか、ね、バンドの問題を指摘されて、他はいいんだけどね惜しいよねってだったと思うんだよ。惜しいの記憶に間違いがなければ、違ったらごめん、ね、で実際持ってる方がいてね、カメラ撮ったんで、そこら辺も楽しいよってね、いいよっていう、そういうのを聞いたような気もするんだけどね。なもんで、現実としてはどうなのかっていうと、やっぱりもう周りを見るともううちゃ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 ね、決して、なんていうかな、この G90T が最高峰の CPU ではなくて、このミドルクラスを戦ってる中でね、メキション、ハンナクション、50歩51歩の中で、周りが扱ってるものをやっと扱い始めたみたいなね、そんな感じだから、本当メディアティックの弱いところっていうのは、ゲームがねーっていうね、 GPU がねーっていうところを補ってきたのが、P90 のちょっとカスタマイズした G90 で T なわけなんでね、まあ、T っていうのはどっちかというとカメラの支援アップして、このシャオミのために作ったんじゃないかなみたいなね、そんな感じだよね。よくどこどこの専用で作ったりするからね、どうなんでしょう。皆さんも気にならない、例えば車でもさ、アンプでも何でもそうなんだけど、この例えば車で言ったらね、ここのところに パネルのところにこうポンポンポンってやって、このグレードのやつを買うと、この機能とこの機能とこの機能のボタンがあるよと。で、グレードが下のやつを買うと、本来あるはずのボタンのところが、形はあるんだけども、蓋が閉まってて、ここにつくはず、つく場所なんだよなみたいなものが、ポンポンポンってやって、なんかなみたいな感じで、なんかない一緒に乗って、ああ、これ、まあ、グレード低いからなみたいな。なんかわざわざ、真っ平らにしてくれればいいのに、わざわざ上位モデルはここにこれがつくはずなんだよみたいなのがね、見せつけられちゃうみたいな、ね、そうすると S5 Pro の場合はね、わざわざ同じ CPU を積んでて、で6400万箇所 のセンサーに対応して使えるのに4800万箇所ってなんかなみたいな、だからそんな感じしない？CPU はいいんだけどな、なんかなみたいな、なんでこれなのみたいなさ、ね、例えば車で言ったらね、おじいがじゃあスイスポを買うとするじゃん。でスイスポに例の17インチのね、こうアルミがついててバランスがいいのに、で14インチのねアルミがついてるってね、なんでここのとこ17インチがせっかくかっこいいとか入るようになって、なんでこれ14インチなのなんてね、しかも合わせてくれてないからこんな隙間空いちゃってるしなんてね、あんちゃんそんな感じと同じでしょ、なんかかっこ悪いみたいなさ、なんかおかしいよって、そんな感じしない？なんとなくもっとわかりやすく言うと、お客さんがねいっぱいいたからね、醤油ラーメン一つってね、普通の醤油ラーメンを頼みました。ね、そしたら普通のお丼で来たら、普通ね、あいお待ちどうってね、ちょっとこう、縁からこれぐらいのとこまでスープがなみなみ入っててね、はいお待ちどうって来るでしょう。ね。でも、あ、やべえ、丼でっかいのでいいなんてね、1000円で30分以内で食べきったらただっていうね、こんなんでっけえ丼の中に、ね、こんなんでっかいのの中に、一人前こんなに入れてね、はいどうぞってお母さんで、うわー何これって、しかもなんかバランス悪い、まあ、まあ量は同じだからいいけどチュリチュリチュリってね、だからそんな感じしない？同じ一人前なんだけども、なんか入れも もっとなんかどう、入れも大きくしたらもうちょっとぐらいプラスアルファしてくれたらどうみたいな、なんかこの余った部分なんか嫌だねみたいになんない、ね、せっかく6400万箇所対応 CPU なのに4800万ね、なんでそこに無理やり今あるものを無理やりはめ込むのって、ね、だったらもうシャオミと同じように6400万箇所くっつければいい話じゃん。
そこで初めて互角でしょってね、ポップアップするようになってね、スーパーカー消しゴムもポンって飛ばせるよっていう喜びの方が大きいのか、それでも6400万箇所の方が喜びが大きいのかって言ったら、皆さんどっちが欲しいって言ったら、ポップアップしなくてもいいから6400にしてよって言うと、もそんなとこにつまらないパーツ代かけないったっていいよ、モーターなんかそんなのいらねえよって思わない、そのモーター代にかけるんだったらセンサー変えてよって思わない。しかも散々あれだってはね、ポップアップするやつさ、落としても間に合わねえとかね、この高さからやってもね間に合わねえとかね、そんな動画もあったでしょ、ヘンテコリンなね。で実際にこう出てくるのは、おっせえよとかね、やっぱりパッと見て、こうやって今さ、わざわざアプリからカメラね買った、なんて選んで、ここのところ起動する前にもうこれ選ぶだけでこうやってカメラになるわけじゃん。それぐらいカメラって、あっと思ったらすぐ撮りたいシーンが取りこぼさないよっていうのがある中でね、わざわざポップアップポンなんてね、できるまでのあの時間がね、もったいないよっていうね、そういう意見も多かったよね。だからね、最初はみんな、おかっこいいなんてね言ったけど、ね、車で言ったらね、リトラみたいな中でかっこいいなんて言ってたけども、実用してみるとうぜっていう声が多かった結局ね。だそんな意見がもう散々いっぱい出てきた後なのに、なんでポップアップさせるのっていう、なんでゼンフォン6みたいにビヨーンっていう、まだこっちだったらいいよ、まあこっちだったら別にここのところにね、普通のね4800万箇所ね、6400とまでは、まあ6400つけてもらいたいけどね、まあ、フロントにいらないからね、6400にせめてマクロと広角ぐらいね、3個でいいよね。そしたらビヨーンってなればもう3個で済むんだからね、表に4個ね、で内側に1個つける必要ないんだよ。その分材料費減らして、ゼンフォンみたいにビューンってなってくれれば、高画質でインもアウトも両方取れるってなったら、その方が嬉しいじゃんね。なんでポップアップなのってね、皆さんそう思わない、ね、そんなわけでね、もうこのシャオミのね、このノート8プロ64ギガね、で6ギガバージョン、これが26,600円で、読み出した方が128だったかな、違ったかな、あ、ロムが2ごろ積んでくるの、ね、そんなにいる、ね、ラムが6ギガでロムが256ギガらしいっていうことでね、そこのところはねいらないじゃないの。SIM が2個入って、でメモリーカードが1個ね、 A3 プロみたいに3つ入る仕様にすれば全然そこのところは問題ないよね。逆になんでロム2ごろなんているロム2ごろいんの。ロムにゴロ入れるんだったら、まだ1リッパでなんでラム8にしないの、おかしいでしょ、どう考えたって。これおかしいでしょ。ロムなんて64ギガでもいいんだよ、そんなもの。そこでなきゃ、ロムじゃなきゃ入らないっていうね、メモリの方には入れられないっていうものもあるんだけれども、でもそういうのは写真とかそういうのとか動画とか、そっちをメモリの方にしておけば、SD カードの方にしておけば、ね、こと足りるんでね、64もあれば。そういえば6400万画素にメモリを8もしくは12にした方が全然いい。あ、ちょっと待てよ、 CPU が対応してたっけか、 CPU が対応してたかな、 10ギガまでだったかな、確かに CPU の扱えるのがあったんで12使えないかもしれない。だって8でもいいんだけどね。ちょっと違うでしょ。なんでそこまでしてるもう2ごろにするの。確か F1 の時もそうだよね。センサー変えるために128を64にしたりとか、こうやって削って削ってってやったよね。そんだけメモリーの差額があるんだよってことだから、そんなとこにつけるんだったらラムに回しようって言いたいよね。なんでラムが6なの。これも
サムスンの48メガピクセルのセンサーと同じで、そのロムもたくさん同じものを買い占めてからだよ。だから本当にね、ある今あるパーツで一部だけ改良して新製品を出すのがユミネジなんで、だ本来だったらもうこの CPU 使うんだったらもうラムももったいないしね、おかしいんだよ。センサーもバランス悪いし、このあってのアンバランスなんだよ本当に。上に鎧着てね、で下にスカート履いてるようなもんなんだよ本当。なんかおかしいね、そんな感じがします。皆さんはどうでしょうか、ね。お昼休みなんでね、動画見た方誰かコメントくれてるかな。はい、一人ね、いただきました。よいしょと。はい、なかなか魅力的なスペクラでも私はポップアップカメラはちょっとな、物理的に壊れそうって。壊れます。夢デジはポップアップじゃなくてもすぐ壊れます、ね。ポップアップが壊れるのが先か、ちゃんと半田付けしてないタイプ C の接触不良で充電できなくなるのが先か、どちら。もうね、スペックの問題じゃない。はい、そんな感じでね、素早いコメントありがとうございました。本当ね、今日これ3本目なんだけど、まだ2本目が処理中なんでね、まだ2本目が処理が終わったからこれから公開しようかな、ね。はい、そんなわけで、今日も後半戦頑張りたいと思います。おじいでした。またね、バイバイ。